こんばんは。お風呂上がりに立て続けに日本極道たちの野望1と2を見ました。竹内力さんが、主演で、まあザ、もうタイトル通りのザ極道っていう感じですね、ストーリーは。あと曽根裕太さんとかね、本宮康一さんとか山口義行さんとか出てるんですけど、本当ザ極道っていう感じのストーリーです。むちゃわかりやすいです。単純明快で、すごくわかりやすいです。まあ嫌いではないですね、こういうの。分かりやすいんで、ストーリー的に、まあドンパチとかはまあちょそんなむちゃくちゃないけど、まあ派閥争いっていうかね、そういうので、裏切りもありの、そういう人間関係がドロドロとした感じで、竹内力さんの良さも出てたと思います。ぜひ皆さんにおすすめします。レンタルお家でね、買えば安くで買えるんでね、Amazon で、そちらをおすすめします。定価はちょっと高いんでね、ただ本宮さんの良さがあんまり出てなかったな、これでは。出て、あの役本宮さんじゃなくてもよかったような気がするな。まあでもまあいい作品ではありました。もう睡眠薬を飲んで、僕はもうこの後寝ます。寝る前の薬を飲んで、癒しの音楽を聴きながらね、寝落ちします。またね、Amazon で DVD 買いますんで、また紹介していきたいと思います。寒いね、まあ、寒い。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバイ。また明日ね。